エンターテインメント。新月21日火曜日午後6時、ジムガナサシマクトバニュースの時間なといびん。パーソナリティーはワンネイ石本タルガーニーと中村のよっちゃんばあちゃんシオンクイサリー、はい、そして高校シーム新田美希と根間ひろととニュースリム担当の中底春之助やいびん、はい、そして昼夜1ヶ月1回のスペシャルゲスト、はい、ゆびんのお野菜、はいはいはい、日がまちかな当便ちまたゆしじちゃびたん、はい、よろしくにげさびらたいにげさびらたいにげさびらたい。この番組は株式会社メガネ2ワン寿司海産物石松有限会社ケイテル沖縄ソフトバンクネーブル嘉手納店中野町店有限会社丸内重機朝日建設株式会社沖縄の美術工芸品ギャラリープルミエクワエ皮膚科医院医療法人八重会医療法人姿勢会かかず医院デイサービスセンター諸見の里医療法人待望主会サービスセンターシオン有限会社平伝説株式会社マルキ電機学童教室太陽の子医療法人綾野会ヤビク産婦人科小児科塚山建築設計事務所 au ショップメーブル嘉手納店茶壇美浜店ビューティーサロンフルエンド有限会社文政堂学校法人知性会琉球リハビリテーションヘントナシカ委員あゆみ眼科の提供 FM 二代茶壇町文化協会シマクトゥバブ青年の沖縄半蔵 NPO の協力しウトドキサビン、はい、よっちゃんばあちゃんの、はい、ダサルブトゥクニゲサビン、はい、シマクトゥバインターテイメントしうちなのウト語り伝承しちる番組やいびん毎週シマクトゥバかなさするチュンチャーのゲストトーク島言葉ニュースのコーナー、島言葉紙芝居のコーナーなどなど50分間おふうこの内容しおいくいさびん、またインターネット父見しえる方、またうちなびけいやあいびらかま外国んかいめんしえるうちなかなさしみしえるぐすうよんかいこの番組うみかけることないびん、また父うたび見せることないびいこと、ぜひこの番組かなさし父うたび見そうり、はい、よっちゃんばちゃん、向こうでビル、向こうでビル、はい、よっちゃんばちゃん、はい、チャーガンジュやいりかよ、チャーガンジュ中やいりは調子はさの注射はうちちゃしが、はい、ああ、気付きもさらないねな、やさやか、年取ってて、はい、ふにが日が良くなったんで、はい、どこの土取ったんでうまいしがてアイビーしがふに年齢やいくちゃやアイビーたがやさいいくちなとったがややなさみるならんさなさみならたいさみるならんさな年にしては若いですよ、はい、もう足腰がや汗かいらんからなさらさくってぬぐってあっちゅるあっちゃべるはぁ、さようなそうおっしゃる、うんじゅもやいびんどうやさい、はい、もねえな、はい、チャーガンジュエイビーがやさい、いっぺいがんじゅう、そういびん、はい、マチコシンジュエ、パリパリはい、高校生の皆さん、チャーガンジュね、チャーガンジュエイビー、チャーガンジュエイビーはい、昼夜キューレキュートーというムヌリアイビーがや今日は、はい、浜売り、はい、浜売り3月3日浜売り、はい、ですよ、チャ3日や、うん、稲子のね、足火足火南門さん、矢の和者さんごと、うん、浜か足火が、はい、おじゅうもっち、うん、お家の仕事をせずにも、うん、浜で、はい、本当にや、昔楽しみだしが、楽しみだしが、うん、生な楽しみの前で、うん、いや、うん、な昔こんな時にね、うん、おじゅうもっち、浜なんかにするかいいな浜感じよう遊んできたな。もう
唯一も遊びができる日がこの日だったんですか。そうまたあのサンゴチアシビとよっちゃんばあちゃんが今日チクティチャビだしがあのサンゴチバシサンゴチバシ最近チクランナ通ったしがよ、うんうん、チクランナあちゃさてしみうさぎくとなうねにおほくチクインチああやいやしみうしみうわて民間の普通の一般の家庭がお酒の場合あそこでちゃつきすえかねおたん、まあ、26日つきす26日、うん、日曜日そして日曜日のうさぎれやんでもっとったしがよまがんちゃがまた日曜日はバレーの試合とかあいろんなの試合があるんだよ職場対抗、うんうんこの季節はいろんなイベントが増えているう季節のまた変わり目ということもあって、はいはい、あちくなったとちびちゃんよ、うん、ちびちゃんよちびちゃんよひんまひんまが怖いよ、はい、なんていうのスケボーっていうのなんか、うん、あ全然スケボーはいはいあれの試合行ってまた試合ですかかっこいい、すごい上手だって見た。私そっち怒ってやか怪我して大変だ。こんなの鳴らさないでやね。あれはもうすごいですよね。すごいね。回転してね。うん、だからね、うん、見事やん。うん、これねあのあれが、試合大会、うん、大会があるって。だからそれ終わってから来るように見て、あ、うん、それでいいよちょ。いきがんちゃがどうしちゃってんじゃ邪魔るなりのいろんな子スケボーすごいですね昔はねぎらんたちが大きいですね、うん、昔はまた遊ぶにちな竹馬いきがんちゃ竹馬の歌や竹馬、うん、竹馬にちゅ田舎のちゅんちゃやチャイビートがなあもう、うん、俺ばあそういうのボールがちマルツキとか、マリツキ、うん、前もお正月しか買ってもらえないさ。そうそう、マリモノもね、うん、買ってもらえない子供たちはね、マーボクで作るよ。マーボク。マーボクってか、ソテツのあの、身のところのこうかって切る。あれ、あれを切って丸めて、糸でぐるぐる巻いてある。それをボールがね、うん、買ってもらえない家庭の子供はあれで。貴重だったんですね。うちなんかもう、まあ、まあこれは当たらなかったけど雨靴公園でちょっと降りる楽しみやみたいな雨靴うちお父さんまで切り抜けた下駄下駄切りったらさ一番あの下駄に高いわけよ軽くて音もいいわけだけどね木が柔らかいのでうん、割れやすいわけだからコロンコロンの道でデクデク履かないようにして縁袋に入れて綺麗な道のところに出して履いてそれだけ大切にしよったよ、まあね、1回に1回しか買ってもらえないからないように行く時にさ、はい、大和に行くんだよワンピースつけてね夏だったわけ、うん、7月、はい麦わら帽子かぶって、うん、下駄履いて、荷物を頭に乗せて、こんなして行ったんじゃないの、もう。娘からやね、もう下駄買ってもらったので、嬉しくてからね、これしか履かないって言ってさ、下駄履いてね、ワンピースつけて、荷物を頭に乗せて、よいしょ。今でも目に浮かぶよ。あんなして何夜まで旅したんだからね、昔は。それでももう大張りだったんだよワンピースつけている可愛いゲタ履いてる自分の中では貴重ですね昔は元もいやあの頃はもうどんなのち鉛筆一本でも買ってもらった大変ありがたかったわけもう本当に親に感謝しちゃったわけ、はい、うちなんかあの人がもうね、うち私ってな品質もやいてやびていくと、うん、あの鉛筆でも、うん、信号は売り通しやびせや、はい、これ取ってあのあれによだま竹の小さい竹があるさね、はい、その芯のところをねこれくり抜いて
入れて入れて、鉛筆このくらいだったらつかみやすい、うん、もうあの竹に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 持ち厚くしてまた使う、全部なくなるまで使い、うんうん、またなんか小さいのだったら挟んで入れて、またあのこれ折りてももったいないわけよ、うん、だから小さい小さいのあのね竹に、うん、あれしてこれもしよったわけよ、へそれぐらい大切だった。消しゴムあのマーボクで、あれで消し、あーあの施設のあれ、あれ丸めててあれでこんなで消した。またあの中国から来たあの遊びアイディアイチャウドインリ、板の上だってシーソーみたいなジャンプしてイナグの遊びがアイビータンドンでしちゃいました。見たこともない。遊びはネイビランダム、シーソーみたいな形、はいはいはい、誰か一人がジャンプしたらその分トランポリンと高く飛ぶような形な、あ危ないじゃないあれ、あれ一人で危ない、あれはもうずっと後からだ、また昭和の初期のちんちゃい似てることねえら、見たこともない、あれはね、うん、アジアから韓国中国あたりから遊びが、イナグナシリベイビータンドっていうか、シェンジェ見たことないよねあんなのは。戦前でもうちは戦後生まれだから、あそうか戦後生まれだね、戦後でもうちは分からない、貴重な遊びが戦前ない、戦後初期でもない、結構後になってから一応した、ね、うん、多分そうだはずよね、うん、途中で町子出身からアイビー出したマリ付きとかですね、はい、お手玉遊びとかもアイビーだね、ああこれもうお手玉もいっぱいありました昔から、うん、あの中身はあの何でね、獅子玉、獅子玉、はい、そう獅子玉入れるのもあったし、はい、またあの何ていうのあの銀なんていうの銀ネム、銀ネムっていうの、あれ小さなあれはまたね、うん、銀ネムってわかんない、なんか豆ですか、豆、まあ、小さな豆は実、それを詰めてあれを切り抜けて、うん、これもあれだったけどね、これ入れて、うん、今みたいに豆入れないよ、うん、同人クラブがよなんか実家にくれ前にさ、はい、あの運動会するさ、はいはい、町民運動会、はいはい、あどあの運動公園で、はい、そしたらみんなさ玉投げすると言ってさ、はい、玉投げする子お手玉作っておいでていったわけよ、うん、こうやってみんな命名何個って決まってかお手玉やったけど、中にはさ糸をさ二重にして現状で木綿糸で やらないとあれ破れるさ、そうなんだけど普通のミシン糸でほらあのでやってか簡単にやってきた人たちがいてね、投げたらみんな豆がカッと落ちてきてね、それとそれが雨が降ったらさ芽が出るって、ね、全部拾いなさいであるわけ、あいやかがんでてこの豆拾い今度豆拾いもうなんかそれ屋根の上しちゃいちゃいってからそれな口々に言いながらさ一生懸命あれ、運動会印象残ってるそれでね幼稚園会でね老人クラブと子供たちに触れ上がったわけで、うんうん、あの子供たちのお母さん父兄も一緒になって触れ上がったわけで、お手玉作りになったわけ、うんうん、子供たちもお母さんたちも一緒にお手玉作ろうったか、うん、今のお母さんたちミシンは使えるけど、ね、針使えないっていうわけ、あそんなお母さんがいっぱいいたわけ、びっくりしてね、もうこう思ってね針をねこんなこんなしてるわけよ、そしてこんなになったりこんなになったり、もうあきれてさあいデイジーなとさなおれな、うん、ユミちゃんか入る近いよならさねならさと思ったよ、今日も、はい、いろんな昔の遊びと、ね、またあの町子紳士からですね昔のこのわらべ歌の話とかもですね、うん、後からまたお聞きしたいんですけれども、わらべ歌、はい、また、はい、沈黙重視もくねえだの披露していただいた、あの歌詞もすごくいってちびらさいいや、うん、昔んちのこの生活の習慣が、うん、生活の風習が、はい、またこの歌詞に込められていたりですね、はい、コマーシャル挟んで次のコーナーに行きたいと思います。ユタサルグトウニゲーサビラ。ニゲーサビラ。
カンチャムサムサディアンゴソイソイディアンゴソイソイカンチャメノハマニソルワガユテディンドエソルワガユテディンドエソフトバンクネーブル株間店中野町店よりお知らせです。スマホ代、どこへかけても誰にかけても0円のプランがスタートしております。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。ソフトバンク中野町店は電話番号 098-933-1081 933-1081、 そしてソフトバンクネーブル角間店は 098-956-8088956-8088です。ソフトバンクネーブル株間店中野町店よりお知らせでした。続きましてデイサービスセンターシオンよりお知らせです。小規模ならではのきめ細かいケアの提供、フットケアサービスの提供、医療や在宅酸素療法、吸引が必要な方も対応可能。送迎時間、相談に応じます。足立院との連携、足立院4階にありますデイサービスセンターシオン、電話番号 098-989-5655 989-5655、 デイサービスセンターシオンよりお知らせでした。続きまして沖縄の美術工芸品ギャラリークルミエよりお知らせです。空間に彩りを添えるアートレンタルあや、アートレンタルあやではヨーロッパ版画や国内作家の絵画を4ヶ月ごとに公開。医療福祉施設、公共施設、オフィス、店舗、在宅展示場など人が集うあらゆる空間に美と安らぎをお届けします。お問い合わせはお気軽に、レンタル料1点月額2500円から行っております。電話番号 098-983-7332 983-7332、 沖縄の美術工芸品ギャラリープルミエよりお知らせでした。続きまして au ショップネーブル角間店よりお知らせです。 LTE スマホご利用のお客様限定プランがスタートしております。基本料金1日あたり約0円、そして iPad mini 3 16GB の場合は約1日あたり124円からとなっております。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。またスマホ新規と同時に複数台同時に購入すると6000円現金がキャッシュバック、さらに台数に応じて増額しております。電話番号 956-6800 956-6800 au ショップネーブル角間店よりお知らせでした。続きまして沖縄市上地にあるクワイフィッカー院よりお知らせです。フットケア、巻き爪矯正インベント、タコ魚の目処置なども行っております。予約制ですので予約はお電話で、電話番号 098-933-2056 933-2056、沖縄市上地にあるクワイ皮膚科医院よりお知らせでした。茶炭町桑江にある歩み眼科よりお知らせです。桑江マクドナルド隣に昨年5月に開院いたしました。主に緑内障、白内障、ドライアイ、斜視、弱視、糖尿病、網膜症の検査治療を行っています。小さなお子様連れも安心して受診いただけるように子どもコーナーも完備。待ち時間短縮のため初診の方の電話予約も行っています。
院長をはじめとしてスタッフ一同親切丁寧に対応させていただきますので、目のトラブルに関することでしたらどのようなご質問でもお気軽にご相談ください。北谷町加え110番地にあるあゆみ眼科、電話番号098-926-0660 926-0660、あゆみ眼科よりお知らせでした。続きまして、ヤビク産婦人科小児科よりお知らせです。あなたのホームドクター、おかげさまで25周年を迎えることになりました。多くの子どもお母さん方の健康管理を行い、子どもたちの健やかな成長のために病気の予防、心の病など精一杯対応してまいりました。25年の経験と豊富な実績、確かな技術でお子様と家族の健康をサポートするあなたのホームドクターとしてこれからも邁進してまいります。ヤビク産婦人科小児科をどうぞよろしくお願い申し上げます。お問い合わせは電話番号098-936-6789 ヤビク産婦人科小児科よりお知らせでした。続いてのコーナーやしまくつばニュースのコーナーやいびん、今起こっているニュースを新聞から抜粋し、中村よっちゃんばあちゃんがしまくつばで読み上げ解説するコーナーです。よっちゃんばあちゃん、はい、中夜ヌーヌーニュースやいびんだよ。中夜よ、生のや支援会無調になったるうやっこは21組がや収穫と料理体験さんでいるお話やいびん。明日ワッターがカロルやしえ何品分かってきみそうでやんち第3回うやっこさんに楽しむやーしえたっぷり体験ツアーが11日糸満市内予定開かりやびたん。小学生と保護者21組42人が参加し、収穫体験料理実習通知食と農業について考えることにさびたん。講師を務めと渡る農家と通って深夜野菜ソムリエの徳本佳代子さんが所有する畑を通って参加者やキャベツ、20日大根など5種類のヤシへ収穫された。雨上がりの畑を通ってインチャが重くなって参加者やアッチュ新人デイジエビたちが地にひいじいからんじくことのねえらん生のヤーシエが収穫し、いそうししヤーシエ茹でた野菜とチキンのえで料理さびたいんです。ヤーシエし料理さびたい。実料理実習等ってキャベツと豚肉は前の炒めに初めてさ、玉菜と豚肉がマヨネーズさん炒めに、うん、あしなって言って、茹でた野菜とチキンのチキン、ブロッコリーソースかけ、ブロッコリーさんソースかちくやに売りかけてかもしれん。たーちのや料理ちくたんでることやめ、灰原町から参加さる岡美咲さん、実際や、ブロッコリーがどういうふうに成長するのか、初めて見た。喜びびた。母の志保さん40歳や、デイジーが育てられとる現場にじることさに、ヤーシェやナーヒンデイジーで、デイジーに料理しちくて、ヤーニンジュンカイカマさんにならんさやんち感じやびたん。生の野菜とるって、わらんちゃえ、こんな機会がアークスカネンクといい体験しやさや。でこれまた初めてさ、玉菜と豚肉のマヨネーズ炒めにし美味しそうですね。ちゃんと味すがやいや。いや、もうマヨネーズは何でも合うからさ。でも、どなたや。あんすかはマヨネーズ力のことがいる。ちゃんと味ないがやんって、興味津々やさ。ね、
食べてみたいですね。何でもマヨネーズね。入れません。いや生の分かったはずって何かマヨネーズ使いごや。本当だ。そうでしょ。うん。いろんなのに入れますね。今は。だからトーナーにお玉がちゃや。トーナーってアイビセン。シーチキン。シーチキン。マヨネーズって。ああ。話してご飯にかもていくとよな。高カロリーですね。本当高カロリーなんだよな。でもこ の, あの野菜やね、シムバってね、うん、生野菜とか、うん、作る状態が、うん、でもこう野菜料理作ってるくたこれ作ってる。あ、いえいえ。なんか野菜のこの味が分かる、このあれ料理だなと思って、うん、ゆで野菜、うんうん、何も味何も加えずに、うんうん、まま野菜自体のそう、うん、かけて、またソースもブロッコリーソースとか、だからブロッコリーソース緑色なんですか、ね、ブロッコリー多分ミキサーにかけてなんか味付けしてそれかけて、これはいいかもしれないよ、ブロッコリーがソースの、うん、でブロッコリーの嫌いな子でも食べれますね。ブロッコリーまた全体使えるさ、うん、あれ芯が硬いさね、あれ、はい、バーチャン大好きブロッコリー、うん、ブロッコリー美味しいですよね、どんどん食べるんだよ、こう美味しいですよね、うん、そう茹でてね、何つけて食べてるやつや、わさび醤油、美味しいですか。わさびたっぷり入れてさ、そしてみじょうゆと酢入れてさ、それにつけて食べる、茹でてから、へえ、お塩さっぱりして、うん、今度挑戦してみます。機会があるときにカリフラワーもあんなにしてます。あ、カリフラワー見てますからね。へえ、わさび醤油、わちゃんとだいたいわさび醤油はいっぱいに合いますよ、うん、あ、わさび醤油好きでね、うん、タレがいっぱいあるからね、いっぱいありますね、今ドレッシング、いいね、ドレッシングね、あれいっぱいあるよ、ごまだれとかね、いろんなありますから、どんどん出てきますからね、新しいのが。だからもう大体それだね、まあ、一般的にはもうお家ではもう酢醤油ですよ、アボガードもそう、アボガド、アボガードももう顔見たらあれ、わさび醤油、あ、アボガド美味しいですね、あれ、アボガドはさ、わさび醤油がもう食べたことないんですよ、あ、そう、あ、どんな味なのかな、あれはね、1週間ね、4個は、4日は食べるね、体と、丸々1個ですか、丸々1個食べる、あれね、残したら黒くなるわけ、変色するからさ、もう食べないといけない、食べないといけない、あとよっちゃんばあちゃんの畑はお花とかいろんなの植えてますけど、野菜は植えてますか、野菜はね、今あるのはね、もうあのあれ水長さもう古くなってからに、うん、花上がって、花上がって、それから種取ろうと思う、でまた植える、で、でレタスもなくなったね、もうレタス今あるのはさ、もうカンダバーとシソと、はい、カンダバーとシソ、ピーマンがよ、一本日本に買ったのに、はい、去年の台風で、それも死にそうになっていたのに、生きがいってもこのくらいになってね、さ、朝見たらね、よくぐらいになってる、でも時期は今ピーマンも時期よね、時期ピーマン、トマトとピーマン、それからさ、ベランダにね、はい、うん、自然に入ったトマトが、自然に毎日4個から5個ぐらい取れる、一本だけど枝がいっぱい取ってね、いっぱいなってる、朝これ見るのが楽しい、だからね、テリが食べないうちにって思って鳩が狙ってるわけ、鳩が電柱に止まっていて、あんたにやらない、あんたにやらないって鳩にいつも言ってる、鳩にたった1本だけど江戸がいっぱい出てる、まだね20個くらいなってるよ、楽しみだよ。昔はどんなでしたよ、ちゃんばちゃん。昔はトマトっていうのはなかった。見たことはなかった。もうでも自分のとあったんだけど、あったはずなんだけど。あれはもう野菜でもなかった。果物は果物と思ったんですね。さ、まあまあもう結婚になってしてから、あ、これは野菜だねってしようわかる。トマトだけはどんなに高くても買って食べる。大好き。それでね、切ったら美味しくない。
そのまま、そのまま、そのまま揚げる、それがいい、もうそれが一番おいしい。でかいのもですか？でっかいのもしょうがないから2つに切って、1つ入れたり、それはまあ小さくは切らない。あ、そのまま大きなテレビ見ながらかじかじって、テレビ見ながら前さかじってるトマト、おいしいですからね、トマトは。おいしい。口な口にのんちやげな、トマトはタマトンで言ったよ。タマト、タマト、タマト、後ろ伸ばすんですか？タマト、先生見たこともなかった、名前も知らなかった。どっからタマト来たんですかね、どっから外国から来たんでしょうね。はい、から野菜さ一つのバナナはあった、島バサナイが、島バサナイがあった。でもね、もう大事に育てて7月に収穫ができるように言って育てる、はい、あ、ちゃんと考えてから、うん、でね、あのバナナ得て、あの夏に採れるバナナは美味しいけど、冬バナナはね美味しくない。やっぱ時期によって違うんですね、味が。小さくなるし、この太陽の当たりと小さくなるし、やっぱりあれ寒くなったりする、あの常夏の国の果物だからね、うん、太陽さんさんだった、あったかくないと、うん、でも島バナナはさ、今のフィリピンから来るバナナと違って美味しいよ。あ、もう、うん、小ぶりだけど美味しい、うん、皮はもう薄っぺらでね、うん。あ、内容に行ったらさ、バナナの種類いっぱいある。大中小、大中小で食べる野菜、煮て食べる野菜、バナナ、そう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 、まあ、いろんな種類がある、うん、このくらい平たくしてるバナナだけど、このくらいして平たくしてる、皮むいてね、炊いて、パンの実と一緒に炊いて、タロイモとか一緒に炊いて、潰して食べてる。内容で果物いっぱいあるけど、トマトだけなかったね。トマト、トマトはなかった、うん、ありそうですけどね、ね、ありそうだけど、うん、他の果物いっぱいあるよ。あ、リンゴとトマトはなかった。リンゴと、あ、じゃあもう気候が暖かいからね、やっぱり東北の、まあ、沖縄と、そう、沖縄と同じようにリンゴはなかった、ないさ、ね、沖縄と同じね、まあ、寒いところですかね、寒いところしか、うん、ねえ、東北に行くとリンゴ狩り楽しいよ。美味しいって言いますよね。盛り立てるのは最高だね。誰からかさ聞いたわけ、リンゴさ、一番太陽によく当たるところは甘みがいっぱいあるって、うん、だからさ、これもいっぱいなってたわけよ、はい、上の方に大きくて真っ赤になってるのがあるわけさ、脚立担いできてから、脚立立ちかけてあったから、それ登って取ろうとしたからさ、主が来てから、おばさんおばさん危ないから降りてください、落ちたら大変です、僕が叱られます、降りてください、いや大丈夫です、木登り上手ですよって言ってから降りてください、降りてください何年ってからのあれね、じゃないでしょ、分かってくる、木登り上手だよ、行くちゃいいんだから、降りてくださいって言ったときには、いくつぐらいの波生態があるんでしょ？あの時に60余り。いや、やっぱしね、危ないって言いますね、一言は。いや、みかん狩りに、だからみかん出てやんばるに行ってからに、じゃ長男も太ってたから、はい、みかんの木いっぱい、いっぱい下がってたわけよね。うん、はい、そこへ、お店へ行ったわけ、うん。このみかん取って食べていいですよって主が言ったからさ、うん、ちょっと私のり、そしたらちょっと、いや、このバッグ広げとくわ、木から受け伸びやれって言って、私は切り伸ばって感じで、親からみかん取って下に置いといて、太陽の当たるところ甘いって言うかって、上からそって落として、うん、長男下でみんな手打ってもらってるけどさ、あくさみはあくさ、親焼きみたいな、親しちゃうとじみかんと父さん出るよ、あるけどとちにでじいしやわがるましえるわけさ、あるやかましのりや木登りも得意だったんですね。いやね、木登りが上手になったの、小さい時巻き取りに行くさ、巻き取りに行く時にね、生の木取ったら罰されるわけ、で枯れ木を探さないといけないわけ、だから木に登っていって枯れ木をこうやって見渡して探すわけ、 あっちなら枯れ木はこれ私のだよって言って見合わせつけるわけさ、だから木登りみんな上手だった。何でもかんでも取っていいわけではなかったんですか、薪は、自然の枯れたの、立ち狩りって立ったまま枯れてる木があるわけ、でそれを取るわけ、それだけ、うん、これもまた思いやりですね。そうですね、自然に対する、うん、だからそう、山に対する、山びさといってね、山の
この間回る人がいたわけよ、あの山美里やったわけよ、青いの取って切って置いとくわけよ、はい、これ見られたら危ないよ、大変なの、あ、大変、切らさない前に見守る人がいるわけよ、山、はい、うん、山美里って言った、うん、怖い人、怖い、うちの青い枝なんかよ、うちはこの人とか青い枝からさね、これ切って置いとくわけよ、置いとって、それで1週間後になったら取りに行くわけさ、あ、そう、話しちゃった、うん、枝、枝が真面目にも枯れたのだけ探して、うん、探して、うん、話しちゃった、うん、はい、お話会議士が生の BGM で流れてる曲やうまくかまで演じる曲やり、うまくかまで、うちはあの木登りし、ああ、そうそうそう、サンサナーの後ってあのチブルヤディソンのサンサナーの気持ちがあったんです。わかるよ、そうだね。はい、サンサナーすぐ逃げるさね。はい、この子に取られるぐらいだったら、うん、サンサナーがちょっと、うまく男だけうまく。じゃなかった、女の子うまく結構いたよ、あ、うん、女の子も女の子なんか負けないよ、すごいとかかっていってすごいもう生きがんちゃえや、うまく、うん、うまくいなこちゃんには飲んでいる人もったつかサンサナでいた、天板でいちゃえて天板の天板天板お天板のことあー天馬サンサナイラグやんのにサンサナイラグいや使いましょうかね、はい、またこの歌詞にあります、このチブルヤディー氏、うん、このプーチバーをつついて、これは歌詞とかですね、いいですよね、昔は大体もうね、うん、あの、うん、綿闇市ね、うん、にがなとか、はい、にがいのにがいのじゃなくて、うん、食べさせよったわけよね、ハンキチャチヌミオヤ、そうそう、カシガイビシ、ハンクンクンな、なんていうか我慢しても、うん、飲みなさいってことさ、歯を食いしばって、歯を食いしばって、そうそう、苦いから、苦いから歯を食いしばって、飲むの嫌がるから、うん、はい、うん、また最後の歌詞もいいですね、踏んでグアンリカカットの歌詞、踏んで、うん、おばあちゃんに運命にだかって、運命にだかってさらいちそうね、小さい時2歳から6歳までは、うん、おばあちゃんに育てられてとっても奮励だったね、ああ、うん、奮励だったけど、うん、はい、いろんなの小さい時からおばあちゃんに教えてもらう、うん、おばあちゃんが教えたんじゃないけど、うん、生活から見て、自然に学んで、はい、いったのが今になっても役に立ってる、うん、なんかもうおばあちゃんってもうなんていうかね、畑に行ったウソ覚えしかない、5歳かな、5歳頃かな、うん、嘘もういつもうちこよんちち、うん、よいよいよ行ったこれしか頭ない、もう畑、はい、うん、もう、うん、は畑に、まあ、おばあちゃんはお店やってたし、お店やってたら、うん、今考えて昔に行ってとっても綺麗時だった、うん、ここの時清潔、はい、整理整頓このおばあちゃんから習ったと思うわけ、小さい時から物もで母がおわんなんか洗うとね、また自分でバーキンに入れていってね、また持って洗いに行って怒られて、ちょっと洗ってしまった洗いするいやし、あの、ね、母が洗うの気に入らないって言ってね、小さいながらもさ、母が洗ったのまた持って行ってバーク持って行って井戸に行って洗って言うて、で叱られてしちゃったけどね、うん、こういった綺麗好き、あのきちんと何でも畳んで片付けるっていうの、うん、本当に小さい時からこれを半紙がやってたわけ、それ見て自然と、うん、だから今でも流しにお椀が一つでも汚れて置いてったらもうとても嫌だから、孫が時々こう、はい、うちの孫だってたらこっちをこんなすると思ってね、男の子たち孫たち、うん、来たらさ飲み物飲んだらさ自分たちが使ったコップをお皿に洗ってくれて、いいよばあちゃんが洗うからって、いいよいいよって言ったから洗ってくれて、おーまがちゃが、まがちゃ偉い偉い、本当に偉いですね、いやすごい座っていくんですね、女の子がダメ男の子は洗ってくれる、女の子たちは、ばあちゃんお願いねちょっと逆転してますね、あたちよ、おしゃべりにこうあって、あ、集まるでしょ、もうおしゃべりに夢中になってね、集まりますからね、うん
止まらないですからね。止まらない。よくまるしゃべってるそのと聞いてるよ。自分たちもしゃべるけど集まったら。はい、琉球新報より生きた野菜リムチュー親子21組収穫と料理体験できるニュース AD 館ニベレビル。はい。続いてのコーナーに。続いてのコーナーやスペシャルゲストのコーナーやいびん沖縄半蔵 NPO 大里三振天天の紳士琉球古武道琉魂会東原支部長の比嘉真知子紳士やいびん、はい、気持ちいいしちゃうたんいたしこにげさびらたいげさびら、はい、今日ご紹介していただく曲や、はい、曲やいびんかやいびんや今日の3月3日、はい、あとおびくと三月三日日歌いびくと、はい、歌ちゅうまた歌らちけさびたい、はい、いきます。
デビュー。二平デビュー。はい。あちこちに昔や文句のような歌詞に思いが込められてますでしょうか。そう。まあやっぱし、浜売り寿司の、はい、うん、頭よ浮かびれてますね。じゃあ、うじょうむち。うじょうに縫えるうじょう。あの、重箱。重箱。パッチシコーティ、ハーマンカイ、アシビが一日中。これも村中村中です、はい。もう村中。なん、あ、イナゴンチャビケアラン、村イキガンチャムも。来て、一緒に。そうそうそう。みんな一緒。これでまた、おったむってイナゴンチャビケジョラチュ。女性のところ。最近はね、はい、最近は誰も遊ぶ人いない。あの、なんだったら、足節マンドイビットという神が、うん、レストランかいろんな、ね、うん、母にやってんな、いろんな見て、食べてみながら女のがいっぱい遊ぶのが、うん、そう、今遊ぶところもいっぱいあるし、いろんなのもいっぱいあるから、昔も遊ぶって言っても知れてるさ、なあ、もう農業、うちなんかもう農業ばかりしちゃって、貴重だったからこそまたこの日が本当に大切な遊びができる唯一の日だったね、あ、そうね、あの虫歯らいんじゃあべせや、あぶしばれ、あぶしばれ、はい、うん、これも4月もあるでしょ、4月中の4月さ、虫歯、ある時もやっぱり虫歯らいんじゃあべせ、本当は染みる目にあんろうや、そうよ、薬切って、ね、なんで言ったらもう3月いっぱいでだいたい収穫終わるわけよね、終わってだいたい3月9のもう、2月、3月、4月からさ、田植えも春、いろいろ野菜が出てくるときに、虫が食べるので、食べるから、それを虫を取って、でその時は、まあ、昔よ、野菜そっち、勘違いそういう瓶、うじを作ってるのは、野菜、お母さんとまず、海から人たちが、あら、あらね、虫払い、こっち言えば、あ、虫払いって言うさね、あの時はまた、生きがんちゃがすごい、まぬして、ま、あの、はい、しそう、海でよ、なね、馬の速い人虫みたいな、話しよった、あま、馬らしい、あれは、あぶしべモンタガって言ったね、豊島屋がね、わちゆかみ、ハーリー、ハープ感じが中端の豊島家、おたとこまもアギンツェ、アギンツェでも、もう畑ピケそびくと、リアイビーシがヘッリングに近づいてまいりました。また来週やいびーや。はいはい、メヘデビル。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 また来週やったり。